今回は、音の4人衆って〇〇くらいの強さだよな、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。音の4人衆って中人くらいの強さ？この派のモブ中人連中が勝てるとは思えないから中人以上上人以下ってところでは。中人って言うとイルカ先生くらい？手まりの構えたち一発で死んだから割と大人の忍びには勝てないレベルの強さだよね。まさか実の兄に一族皆殺しにされた俺より辛い過去の奴はおるまい。先生なら置いていてもこの程度の試練、式夫人なんてことを。下人の上積みぐらいだろ。任務明けでチャクラ切れした特別常任には勝ってるけど、特別常任って部分的に常任クラスの技能あるだけでそれ以外のスペック的には中任だし。現場は特別常任の早手殺した砂の常任バキと互角でもあるぞ。まず中任の強さがわからんけど、オロチマルが名前覚えて使ってるくらいだし中任以上だろう。そう思うとオロチマルの部下にしては弱いな。砂でお見ろしずねだぜ。そもそもカブト以外が強くない。君マロは病気だしであいついなきゃ積む。ミスミヨロイドスザクキンだってオロチマルの部下だからな。アスマが起動丸に勝てるわけねえだろ。チャクラ刀なら切れるって設定つきそう。そうでもなきゃ勝てるやつ少なすぎる。サスケが蜘蛛の糸は焼かないと無理っていうくらいだし無理そう。アスマもカトン使えばいいけど。あんまり強いと下人どもじゃ相打ちにすらならないからな。水月15カリンだったらサスケ奪還任務のこの派みんな死んでた？そいつらネジに勝てると思えん。でも液化した水月に転結がないとネジ勝ち目なさそうだぞ。4人衆は戦闘力以上に封印術とか結界術に長けてるんじゃなかったか。あんなこの葉の里の真っただ中で獅子エンジン張られたら何もできないんだし。ダイヤと起動丸はあれで倒されるならまだしも死ぬところまで行っちゃうのか、ってなる？後から来た暗部にとどめ刺されたとかじゃないの？使い捨ての駒って感じのガキども。呪因渡されて生きてるからそこそこの駒ではあるはず。起動丸最強説とタユヤ最川説と二郎防災賢者説が根強いよね。双子は、最多説が強い。考えてみたら奪還組全員体術組だわこれ。ナルト同期で体術組じゃないのほぼいないような、死のくらい？ナルト同期で5系統忍術使ってたのサスケくらいだわ。死のいたら二郎棒以外誰に当てても有利だったのに。能力は千人カブトが利用するからガチ有用だった。部下はカブトだけであとは面白い術とか体質のやつ集めて遊んでるだけみたいだし。ネジ起動丸にチャクラ流し込んで動きを止めて勝ったのはだいぶ無茶な勝ち方だな、ってなった。特別常任ってなんか特別に常任扱いなだけで実力は常任ほどないみたいな名前だよな。最初は特別な常任だと思ってたよ。カカシがあんこに敬語使ってたりしたし。実際常任には及ばないみたいな感じじゃなかったか。みたいというか実際特別常任は一芸に秀でてるから特別に常任扱いしてやるって存在。援軍に来たてマリア勘九郎がこの時点だとまだ常任に達してないレベルだと思うけど普通に勝ってたからな。チャクラ切れした特別常任には勝てたけどチャクラ切れしてなかったら普通に負けてそう。暗部ですら通れない結界術使えるし結界術特化かな。あの時の手まり勘九郎が状態2を瞬殺するのは割と運ってなる強さバランス。タユヤは相性最悪だし双子も削れてたから仕方ない。起動丸が異様に強い気がする。君マロとガーラは2部の先取りみたいな強さだったけどそれ除けば一部のナルトたちが撃破した敵では抜けてた。起動丸は遠近両方で戦えるタイプでどっちでも強かったしな。D のところにガーラ熱い、シカ丸のところに手まりいいね、勘九郎か。ゲームだと砂兄弟揃っても音人複数で連携取られると劣勢になるってフォロー入った。特別常任は常任になれないけど各分野で優秀だったりするやつがなるけど基準がわからん。ただあんこ先生とか戦闘型の特別常任は指揮向いてないやつらなんだろうなって。でも何もさせないレベルで圧勝した勘九郎のシーンはかっこよかった。それまで嫌なやつな印象の方が強かったやつが味方にってのも好きだし。下人にとってはちょい格上だけどどうあがいても勝てないほどの格差はないぐらいの敵。君マロだけはガチの上積みだから別。起動丸はネジいなきゃナルト組が束になっても全滅してたわ。君マロは江戸天組でもチヨバーたちとずっと居残ってたからあの時点で出ていい中ボスじゃないわな。病気なしだとリーガーラの負けだったしねー。砂組はガーラが間近にいたせいで同年代より一歩二歩強かったかもしれないし。ガーラでも寿命切れなかったら危なかったのは実際超強い。タヌキの暴走なしで安定したフルスペックのガーラ実質負けだからな。君マロは結界限界持ちとはいえ人中力相手と互角に戦えるのがすでにおかしい。なんか常任か中任か忘れたけど呪因使って4人で撃退してなかったっけ。ゲンマがやられてた。
チャクラの切れた特別常任二人、物差しとしてはだいぶ微妙だと思われる。寿命以外の弱点ない君マロはスリップダメージで死んでくれるまで耐えるしかないクソボス。ガーラなら粘れるけど寿命もう少し長かったらガーラでも死んでる。起動丸はネジが本気で苦戦して死にかける敵でないといけないから他より盛られたんだと思う。対戦相手のネジが強いからそれに合わせてスペック盛られた感じよね起動丸。君マロはオーツツキ因子強いしそりゃ強いわな。オロチマルの器候補ってことは2部のサスケみてえなもんだからな。チャクラ切れって時点でな。考察とかどうでもいいけどタユヤかわいすぎ。なんやかんや音幻術は強すぎるな。終盤のサスケイたちにも聞いたような無敵無限なんたら。それにしても成り立て中忍と下忍だけでサスケ奪還とかそりゃ無茶だよなって。まあしのいればクリアできたんだろうけども。あんまり言われないけど地味に手まりがぶっ壊れてる。あのフートンアスマより強そう。アスマが得意なのはしょぼいチャクラ等のフートンよりカトンの方だから。人間5人も集まるとな。君マロと4人周波カカシとなるとサスケくらいの差あるよね。君マロ病気なしで2部まで生き残ったらとんでもない化け物になってそう。しのいても君マロが来たらアウトだから厳しい。君マロは常人とかそんなレベルじゃねえ。しのいたら君マロ駆けつける前に帰還できちゃうから。しの来てたら起動丸とタユヤはめたれそうなんだよな。一部は中忍すら格がある描写だったからチャクラ切れの特別常忍二人に苦戦させられたのが今考察しようとするとノイズ。いや一部は特別常忍も格高かったからノイズでもねえだろ。言葉足らずだった。当時は疑問にも思わなかったけどスレガの4人はそれこそ特別常忍クラスの強さだと思ってる。一芸特化集団にしては強すぎる。一部はなんだかんだ大人組を弱く見せないバランスがあった。〇〇ができる昆虫っての出せば勝てちゃうからあいつはダメなんだろう。君マロがいたら3代目も安定して倒せてオロチマルは腕もやられなかったってカブと言ってたけどそんなに強かったのかあの骨。あいつに勝てるやつ常人にもほぼいないだろ。この白寿司に人中力のガーラより強いやつが参戦してたら3代目も普通に負けてたと思う。手まりはまあ任務的に下忍詐欺だったろうし。アスマはゲームも含めると派手な術牌から着火くらいであとはほとんどが怠慢とか遭遇戦で奇襲と初見殺しばっかの演出構成だからマップ兵器の手まりとはビルドがだいぶ違う。近接戦闘ならアスマの方がだいぶ強いだろうしな。かまいたちで近づけさせないっていう戦術はあるにせよ。砂がくれは人手不足補うために手数や範囲を追求してるイメージ。君マロは病気なしでも暁より弱いくらいかな。さすがにサスケ奪還編にアスマがいればぬるゲーにはなってたよ。アスマいて盛り上がるかは別ね。手まりがタユヤちゃんあっさり倒してるのは戦闘を掘り下げるよりもしか手間の関係を作ることがあそこでは大事だったから。タユヤは思ったよりスケベピクチャーがある。君マロと三代目なら三代目だろうけど江戸天火影にプラスオロチマルに異常に頑丈な君マロ混ざってくるのは地獄すぎる。ウコンサコンがオロチマルの体のスペア候補だったのもちょっと特別な細胞持ってるからだよな。もしくは羅生門口寄せが実は結構難しいのかな。一応こいつは戦闘要員というより封印のエキスパートみたいなこと言われてなかったっけ。オロチマルの守護役だから防壁結界封印術に長けてるとは蜘蛛のやつが言ってた。くれないだったら正直勝ちそうなイメージ湧かないけどさすがにアスマなら余裕で圧倒できるだろうな。君マロまで出てくるとアスマ崩壊しそうだけど。巣は弱いけど樹印込みだと戦術チャクラで超強化されてるんだっけ。ライドウが負けたんじゃなかったっけ。あの人出番多い割に戦闘シーンないから強さわからないけど。仮にこの4人が中忍程度だとしてそれで4人衆とか名乗ってるのどれだけ音忍の総薄いんだよってなるよな。兜とか君マロレベルの忍びで構成されてたなら名前負けしてないけど。小規模な進行勢力だから普通に総薄いんじゃないか。オロチマルが適当に作った里じゃなかったの。オロチマルと兜がワンツーで時点が君マロか15の時点で総は本当に薄いよ。組織として若すぎるし総薄いのは仕方ない。もっと言えばオロチマルの実験場でコレクションだ。4人で使った4獅子エンジンはちゃんと強いんだけどレベルの近い比較対象がないから凄さがよくわからない。アスマは体術区内戦忍術といろんな戦いができるオールラウンダーだからフートンもそんな磨き上げてないんだろう。フートンタイプなのにフートンに力を入れてこなかっただけさ。君マロが万全だったらカカシカガイが勝てるかどうかも怪しいじゃないかな。それだと暁注意レベルの強さすぎない。ガイなら七門ぐらい開けてやさすがに骨にもダメージ通りそうだけどカカシは雷切り通るかどうかだな。カカシは現実でどうにでもなるとしてガイも七門くらい開けたらさすがに君マロじゃどうしようもないだろうし。勝てるかどうかは置いといて現実特化じゃないカカシ程度の現実で言うほどどうとでもなるか。そこまで現実万能じゃないだろ。カカシには車輪ガンついてるから現実特化って言っていいレベルだろ。うぞうむぞう相手ならわかるけど君マロだしな。つくよみレベルの道術あるわけでもないし。
兜は何もかもがおかしい。オロチマルも欲しくてたまらなかったみたいだし、キミマロは貴重だな。実際ラスボスのかぐやと関連性はありそうなやつだったし。この白寿司の時の獅子エンジン結局誰も破れてないからな。眺めてたやつも2代目のしょぼいスイトンすげーって言ってるレベルだったしな。猿のカトンを最小限の水で防いでるから、そりゃすごいよあれは。暗部の強さがね、これよりすごいのとなると史跡要人になるし、火影レベルが求められる術の一つ前の段階ってそれこそ特別常任レベルだよね。兄より除けば音人は兜と君マロと高い外でまともに名前出てるの4人衆しかいないし、その下は中任試験で普通に負けてた奴らとモブだからな。皆さんは、音の4人衆って〇〇くらいの強さだよな、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。